まだ実感が湧いてないのが正直な気持ちです。慣れ親しんだ練習場、この美保の、練習場に8年間、通っていたので、この道をもう通らなくなると考えると、寂しい気持ちもありますけど、環境を変えて、チャレンジしたい、そういう気持ちです。本当に難しい質問ですね。リリース文では今まで僕が出場した全ての試合、決めてきた、ゴール、皆さんと分かち合った勝利、アイスタでサポーターの皆さんと、できた勝ち旅行、全ての思い出が自分の財産であり、心に残ってます。一つも挙げるとしたら、J2 最終節で、アウェーの徳島の地で、昇格を決めた、そのゴールを決めることができた。大観衆の中、アウェーの地に数千人のサポーターが駆けつけてくださった、あのホームのような雰囲気、J1 に行くか行かないかっていうしびれる試合の中で、当時エースだった大前元気君に代わって出場してゴールが決めれた、あのゴールがきっかけに、自分のキャリアが飛躍しましたし、自分にとって大切なゴールでした。決して強いエスパルスを復活させることができなかった。低迷してるシーズンの方が長かったですし、8年間、強化試合含めると9年間在籍しましたけど、決してサポーターの皆さんを満足させるような順位だったり結果っていうのは出せなかったと思ってます。こういうクラブが低迷してる時期に、在籍して試合も多く出場させていただいて、悔しさの方がほとんどですけど、こういう低迷した時期を乗り越えて、今後エスパルスが、躍進して上の順位に行けることは本当心から願ってます。僕を大きく成長させて、くださったのは、サポーターの皆さんであり、エスパルスです。本当に大きく成長させていただきました。この経験を必ず、今後のサッカー人生で生かして、また明日のピッチで、元気な姿を、見せたいと思ってます。またお会いしましょう。本当にありがとうございました。